こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、おかみの木下紅子です。本日は正面からお届けしますね。色が気に入って購入した帯揚げ、何回か使っていくうちになんとなく手が伸びなくなってしまった、そういう帯揚げお手元にありませんか？本日は色だけで帯揚げを選んではいけませんということについて少し解説をしていきたいなというふうに思います。帯揚げ、それから帯締め、まあ小物と言われるものは選ぶとき様々なポイントっていうのがあると思うんですけど、一番大事なというか一番参考にするときのポイントっていうのは、こういう色が欲しいなっていうふうにお店に行かれることがほとんどじゃないでしょうか。なので一番重要視するのは皆さん色なんじゃないかなと思うんですけれども、だからこそ一番最初のような色が気に入って買ったのに、探している色の通りだったのに、使って何回かすると手が伸びなくなるというようなことに遭遇してしまうわけです。そういうせっかく色が気に入って買ったのに手が伸びなくなってしまうということを避けるには、大きく分けると2つのポイントがすごくね重要になってくると思います。まず帯揚げってさまざまな素材の種類があります。例えばこちら私の手前側ですね、ちょっと折り柄が入っていてちょっとボリューム感がある帯揚げ、そしてこちらはちりめんほどはこう脂肪が立ってないけれども少し脂肪が立っているもの、そしてこちらすごくスムーズで艶やかさがあって柔らかいだけどちょっとこうね張り感があるような帯揚げ、そしてこちらはちょっと張り感があるメッシュの帯揚げ、さまざまね素材があります。そして今ちょっと手元にはないんですけれども、一番一般的な素材っていうのはちょっとふくふくしているような着物のね色無地でもありますけれども、ちりめんの素材っていうのが一番多いかもしれませんね。まずご自分が結んでみた時にどの素材がやりやすいのか、それは本当に人それぞれですよね。まず自分はお手持ちの中でどういう素材がね近いものが自分はやりやすいのか、ご自分のね手にぜひね聞いてみていただければというふうに思います。自分がやりやすい素材っていうのが分かれば、おのずとそういう素材の中からその自分が探している色を選ぶことによって、色で選んだのにこうなかなか手が伸びなくなってしまうということは避けられますよね。あともう一つの指標をお話ししましょう。それは、少しね何度か着ていくうちに好みっていうのが出てくると思うんですけれども、胸元の帯揚げがどんな感じに上げるのがお好きなのか、例えばふわっとして柔らかく見せたいですという場合は、ちょっとふくふくした素材感のちりめんの帯揚げですとか、それからこういうちょっと折り柄が入っているものっていうのは胸元周りをかなり、ね、ふっくら見せてくれます。それに対してちりめんほど脂肪が入ってないようなこういう素材感とか、それからこうスムーズな柔らかい素材感っていうのはボリュームが出にくいので、この胸元周りっていうのはちょっとシャープに上がってきますね。そしてこのメッシュっていうのはちょっとこう季節によってもね、使える使えない季節っていうのも出てきますけれども、割とこのメッシュの素材感っていうのは割とちょっとこう生地として厚みがあるものが多いので、ボリューム感が少し出やすい素材感になります。自分が好きな胸元の上がり、それから自分がやりやすいなっていうふうに思っている素材感、2つのポイントを加味して色で帯揚げを選んでいただくと、色で選んだのになかなかこれ手が伸びなくなるという帯揚げが生じにくくなると思います。色だけで選ばない帯揚げ、ちょっとね経験値とかお手持ちのものをちょっと試してみるみたいなお手間はかかるかもしれませんが、絶対ずっと使っていける帯揚げをきっと選べる指標になると思うのでね、ぜひ試してみてくださいね。本日のお話が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。